はい、どうも、Bレジェンド掛谷です。ですね、先日ちょっとね、お客様とお話をしているとですね、面白い話を聞きまして、ちょっと今日はやってみたいなと思います。で、まあ、今回用意するものは、まあ、こちら、ペコちゃん、Bレジェンドミルキーです。そしてお水で、まあ、お箸、まあ、スプーンでもいいしね、何でもいいんです。マドラーとかでもいいしね。で、まあ、シェーカーじゃなくても別にコップでも何でもいいです。でね、何をするかというと、ミルキーって、まあ、シェイクして飲むじゃないですか。じゃなくてパウダーを入れて水を少し足してこうねるねるしてるとですねこう言っちゃってでもそうじゃ物が関係ないもんね。こうねるねるねるってね、練ってるとですね、まあそういう風になってくるということで、まあなんか想像はつくんですけどね。まあそこまでね、練り飴のようにはならないと思うんですけど、練り飴のようにはならないと思うんですけど、だけどね、なんだろうな、ソフトキャンディーみたいな、ちょどれぐらい入れたらいいのかな。ちょとりあえずスプーン2杯すり切り入れてみようか。スプーンス、まあいいか。すり切り2杯入れて、でなんかね、やりながら教えてもらったんですけど、なんかね、やりながら実演してもらいながら見たんだけど、水分量だいぶ少なかったんだよね。ちょびっと入れてみようか。こんなもんかな。こんな少なすぎるかな。これは少なすぎるね。はい、なんかね、ちょびっとだけ入れて混ぜ混ぜするとこんな感じ。ほら、わかる？こんな感じ。なんかダマというか、まあ、ただの土みたいになっちゃった。もうちょっと入れようか。ちょ、はい、こんな感じ。混ぜてみましょうかね。お、ちょっといい、お、ちょっといい感じじゃないこれ。おお、なんか、おお、ほら、見て、わかる？あ、ちょっと水多かったのかな、これでも。あ、これでも水多いや。ほら、これ水多いね。粉足そう、粉。これなんかうまそう。これ絶妙な硬さにやったら本当にミルキーの飴なんじゃね、これ。ちょ、3杯目入れようか。水がどれだけ入れるかっていうのがよくわかんねえな、これ。もっとちゃんと計測してやるべきだった。ほらどうこれ。ほら、なんか超うまそうなんだけど。え、うまそうに、そうか、匂いがするからうまそうに見えるけど、見た目的には全然うまそうじゃねえなこれ。うわ、これちょっと、ほらこれどうこれ。なんかそっち向けながら混ぜるのうまくできない。ほらこれ微妙。ちょっともうちょっと、もうちょっと入れる。一杯も入れたら多分硬くなりすぎると思うから、半分ぐらい入れるか。ああ、入っちゃったやってみようか。どうかな、これ多分いいよ、これいいであろう予想ができる。うわ、箸が曲がりそうなぐらい硬い。ちょっとどうすりゃいいんだろう。なんか映しながらどうやってやればわかる？みんな。ほら、これよ。どうよ。見た目は全然美味しくなさそう。だからこれ絶対うまいよ。これ。あのね、カメラ越しで匂いわかんないもんね。ちょっと待って、食べていい？あー、うまい。あー、ミルキーの飴だ、完全に。あー、おいしい、これ。うん、あのね、ミルキーの飴玉あるでしょ、あれが口の中に入れてると柔らかくなるじゃないですか。あれがもっと柔らかくなった感じ。これ多分ね、氷の入れるところとかにこれ入れて凍らしとけば本当にミルキーの飴になると思う。まあそこまで作るのかって話もあるんだけど、うん、だけどプロテインだからね、プロテインキャンディーだよね。キャンディーってあのアイスの方じゃなくてね、なんかね、子供さんが美味しくてこれやって舐めてるって言ってたんですよ。で、へーと思って聞いたんだけど、やってみたら美味しい。なんか絶妙な硬さにしたい。柔らかすぎるけど、ほら、これ見て美味しそうに見えないよね。でもね、美味しいから。これ今入れた分でスプーン4杯入れたから
20g でしょ、タンパク質。水分量どれぐらい入れたかな、漢字からすると 20cc 入れたかなぐらい。ちょっと少なめで試してみてね、あのパウ今僕やったみたいにパウダー足していけばいいと思う。うん、なんかね、あの早く締めないとダメなのかもしれないけど、ちょっと食べたい他のでもこんなになるのかな、他のフレーバーでも。もうほんとミルキーな飴だよ。もういい加減終われってはい。でこれに水入れたらまたドリンクになるんだよね。そうか、いやなんかミルキー美味しいねこれね。いいですよこれ。水分もっと足してドリンクにすればミルキーウォーターになるけど、やっぱりそれでプロテインが 20g 以上取れるっていうのはね、優秀だなと思うので、ぜひ皆さんおやつにどうぞ。B レジェンドミルキーでミルキーソフトキャンディー作ってみたかな、はい、ということでした。ぜひ皆さんグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、シェアの方もねよろしくお願いします。美味しいんでぜひやってみてください。またね、なんかツイッターとかでこんなの作りましたっていうのあったら投稿していただければご紹介していきたいなと思っております。ということで、また皆さんお会いしましょう。さよなら。